キルギス国立総合大学は、ビシュケク市に本部を置くキルギスの国立大学である。1951年に設置された。キルギス国立総合大学は、キルギス共和国、ビシュケクにある大学。キルギスでは通常と呼ばれ、キルギス国立総合大学の略称である。日本では、キルギス民族大学という名称も使われている。なお、キルギス国内には、 キルギス国立大学も存在するが、異なる国立大学でアラバイフ名称キルギス国立大学である。キルギス国立大学は1932年にキルギス国立教育大学として創設された。1951年にキルギス国立大学に改称され、ソビエトキルギスの唯一の総合大学となった。1993年に 政府から特別ランクが与えられ、国を代表する大学として認められた。さらに2003年には、中世時代の中央アジアの思想家であるユスフ、ベラサグニの名前が与えられた。現在、本大学は、キルギスの最高学府であり、学部と研究機関は1046名の教授、講師陣を要し、18,500人以上の学部学生及び大学院生が学んでいる。 キルギス国立大学では2006年から類似した専攻と研究科を持つ学部や教育センターが合併されるなど高いレベルの教育を目指す大きな改革が進んでいる。現在、本大学には16学部、8インスティチュート、3教育センターや4専門学校がある。付属図書館は1932に本大学が創設されるのと同時に開かれた。 蔵書数は100万冊を超え、国内大学機関で最も多い。ありがとうございます。